い、皆さんこんにちは、ワンダリルフィッシュです。信長の野望創造戦国歴史で明智についてプレイ続きをやっていきましょう。ここまでの流れについてはですね、一言で言うと信長に独立戦争を仕掛け負け、信長に従い今伊達と戦っているっていう状況です。最終的にはもう一度信長に独立戦争を仕掛けていきたいので、ここはしっかり力をつけていきましょう。で、今回は伊達攻略の軍団長になっていますので、伊達の攻略戦をやっていきます。前回までに北条を滅ぼしたんですが、今回は伊達勢が攻め寄せてきてますので、これをなんとか打ち払わなきゃいけないという状況ですね。さらに江戸城、この満喜城、この2つの城に伊達勢が迫ってますから、ここをねまずしっかり防御していきましょう。逆にこの甲府内城とかね、取ってやりたいぐらいですよね。なんとか甲府台は防衛戦に成功したね。となると次は満喜城も防衛しましょう。まあ、その最前線になる江戸城は改修をどんどんやっていかないといけないので、改修をやっていきましょう。で、追い散らしたらそのままこの甲府台城攻めに取り掛かりましょう。光秀がいよいよ表情を始めましょう。ごほごほと病気にかかってる感じがあるな。大丈夫か。満喜城に人を入れていきます。ここはお国に任せようかな。お国と毛利勝長に任せましょう。なかなか優秀な二人を置いたので期待しましょう。いざ戦へ。表情を始めましょう。報告いたします。甲府台攻めはどうなってるかというと、ちょっと城攻めするには数が足りないか。我が戦ご覧に入れよう。秀次も能力かなり渋い設定にされてますからね。出陣するぞ。能力的にはあんまり期待できないですよね。よし、これだけ援軍出せば甲府台は落とせるんじゃないかな。これで決まりです。これぞ我が軍略、我が魂よ。信長も直轄軍をもう少し動員してくれれば楽に伊達攻略が進むんですけどね。そのあたりがちょっといまいちな感じですよね。あとは建設系をちょっとやっていきますか。進出とかもできるところはないか。進出ができないのは労力不足かな。いや、労力はいっぱいあるな。
であれば建設をしていきたいけど建設はさせてくれないね。よし、じゃあいいでしょう。加勢いたす。加勢します。かなりの大軍勢が来てるな。これはどうだろう、一気に回線仕掛けた方がいいかもしれないな。進め。かしこまりました。敵の数は多くないのでここで一気に回線を仕掛けて城を取っちゃいましょう。始めろ。やってくれるな。敵の守備兵はいなくなったので、お任せください。敵城門、あとは敵の援軍が来る前に城門を破壊しました。取ってしまいましょう。約1万ぐらいの軍勢が迫ってるはずですからね。大詰めで先に陥落させてしまえばこっちのもんですからね。城門を破壊しました。城門を破壊しました。城門を破壊しました。よし、あとは本丸を落とせば終わりです。この甲府大城は思ったよりあっさり落とせたな。ただ5詰めの軍が迫ってるはずなので、城を落としたら落としたで今度守る側として敵と合戦になりそうですね。我が戦お見せしましょう。出陣します。ご命令ください。報告いたします。ちょっと守備兵力が足りないかな。今そもそも伊達の総兵力はどんくらいなんだ。15万か。信長は11万。ですでに長宗壁を駆逐しつつありますね。島津軍とは激戦中か。となると残す敵はもう本当に伊達ぐらいだな。伊達、あと最上、津軽、この辺りが残ってる強敵になりますね。この根知城から移りたいよな。そもそも城をもうちょっとでかい城に。まあ今はただこの伊達軍打ち払うのを優先していきましょう。明智、カンちゃんとエンちゃんを入れていきましょう。そろそろ光秀が死ぬので秀光に家督を多分譲ることになるんじゃないかなと思うんですよね。で提案で人材をもらっていきます。まともな人材はただ金がかかるな。金じゃない、提案力ですね。ギリギリが展開とかこの辺りか。政治力は高いけど戦闘力がなさすぎるからな。展開とかね、ちょっとここは一旦サブ吉政ちょっと聞いたことないけどこいつもらいましょう。なかなか総合力が高そうなんで。
け立ちします。我が領内に敵が迫っております。岩月城の8100、この8100は支えられないぞ。みんな遅れるな。我が戦岩月城にさらに見せるとか。敵が我が領内に向かっております。加勢いたします。止まれ。我が領内に敵が迫っております。クルリ城に5000、これは戻ってクルリ城の防衛戦に当たらせた方がいいね。戦へ参る。我が戦ご覧に入れよう。いやー、甲府大城はかなり厳しいね。こうやって見るとはっ、もう出せる兵力がほとんどない。光秀が間に合うとも思えないしね。ご命令ください。報告いたします。台はただ守りきれたかな、なんとか。城に戻るぞ。騎乗する。お任せください。いやー、伊達の総攻めを受けてるな今。ご命令ください。3つの城を一気に攻略しに来てますね。まあ、満期城、久留里城戦線は支えられそうですね。で、あとはこの岩月城も大丈夫そう。危ないのがやっぱこの甲府台だな。約15000、伊達成光も来てるし、15000、6000、2万近い軍勢で今この甲府台に迫ってきてますね。いざ参ろう。我が領内に敵が迫っております。出陣します。命は惜しまぬ。承知いたしました。なんとか持ちこたえてくれればいいけど、この甲府台を疾患するとミリタリーバランスが一気に狂う可能性がありますからね。出陣する。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。いやー、相当な戦いになってるな。浪人がいっぱいいる。これは全部雇いましょう。甲府大岩月両方ともかなり苦しい戦いになってますね。ただ甲府大の方が厳しいかな。岩月はなんとか持ちこたえられそう。にしても信長の援軍が少ないな。もうちょっとね、信長の直轄から関西出してほしいですね。伊達軍は次々にやってきてますからね。ここ大回戦しても勝ち目ないしな。
伊達テルムネまだ健在か。8400。出陣します。我が領内に敵が迫っております。甲府台はもう次々兵を送り出していきますね。さらに岩槻城が危ないか。出陣する。出陣するぞ。兵を小出しにするしかないっていう負けの展開ですよね。もうちょっと城の数があれば、攻め手があればいいんですけどね。出陣する。我が領内に敵が迫っております。長宗我部は滅ぼしましたね。いざ参ろう。我が領内に敵が迫っております。いやー厳しい戦いが続くな。岩槻、甲府ともにかなり攻められてますね。岩槻の方はなんとか目処が立つな。甲府台、表情を始めます。甲府台をきっちり抑えられれば勝機が出てきそうだな。この甲府台もちょっとね、増築しないと厳しいな。鉄不足になったか。お金はあるので鉄を大量買いしましょう。大人買いだ。申し付けよ。で改めて回収はできないと。じゃあこのターンを送っていきます。ちょっとね、本当にこの攻撃台敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。いやー伊達軍がもう本当にここを勝負どころと見てめちゃくちゃ軍勢入れてきてますね。敵が我が領内に向かっております。高は高影が死んだか。もうじゃあ1598年ですね。これはどう戦うのがいいのかな。出るとするか。ちょっと北から回り込む部隊と南から回り込む部隊で分けた方が良さそうですね。ただそれにしても兵力不足は否めないな。戦場へ参る。甲府台を明け渡すわけにはいかないかな。出陣します。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。出陣に見せるな。我が領内に敵が迫っております。めちゃくちゃな数で来るな。本当に信長軍は何をしてるんだ。いざ参ろう。敵が我が領内に向かっております。この甲府台近辺、おお光秀が死んだか。ここで光秀死す。
後継者は、ガラシャを後継者にできるの？もうここはただ秀光にしましょう。で、ガラシャの娘婿の細川忠興とかも選べるんですね。まあ、細川忠興能力高いね。で、まあもうここは秀光にしましょう。秀吉も死んだが、秀頼が後継者ね。この時の秀頼ってでもだいぶまだ若いんじゃないかな。まあ、ここはちょっとスキップができそうにないので、このままご覧ください。いやー、織田家と仲介したけどすぐ滅びたな。軍団長に就任してからは北条戦、そして今伊達戦と転戦してますけど、本当に伊達軍の甲府台城への入れ込みようといったらないですね。どんだけ兵力突っ込んでくるんだっていうぐらい莫大な兵力突っ込んできてますよね。さあ、秀光に夢を託しましょう。信長、織田軍打倒の夢を。ただその前に今目の前の伊達勢をなんとかしないといけないですからね。伊達が14万、信長軍は140万、10倍の兵力があるはずなんだけどな。なんかいまいちこの守りようが、力の入れようが薄いですよね。かしこまりました。ただここに来て信長軍の援軍をそれなりに出してくれてはいます。それなりに数は揃ってきましたね。そしたらここで秀光が出陣していきましょう。意外とこの辺りの城とか攻めたら落ちたりしないのかな。みんな甲府台に迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が戦お見せしましょう。敵が我が領内に向かっております。やっぱこの1600年が近づいてくると結構武将がガシガシ死んでいきますね。秀光の動きに呼応する部隊はいないね。いないので一旦岩槻城に承知いたしました。ご命令を。先月の終始です。で
信長の直轄軍が敵が我が領内に向かっております。こちらは兵力の回復にしてみましょう。表情を始めます。先月の収支です。いやー、甲府台なんでここまで固執するかな。伊達軍出陣します。甲府台切りないな、本当に。どうすればいいんだ。ご命令を。ちょっと一旦本当に兵力をきっちり蓄えて一気に甲府台にいる敵を打ち払うっていうのがいいのかな。今そのための兵力はない。いや、それなりに集まってきてるね、今。だったら、今こそ本当に、こちらも甲府台に向けて、軍勢を繰り出しましょう。で、甲府台にいる敵を一掃しましょうか。出陣する。まあ、一掃できるのかっていう問題もありますけどね。戦場へ参る。腕が鳴るぜ。戦ご覧に入れよう。これ三方向から北条軍を打撃を我が領内に敵が迫っております。我が戦、うわ、これすごい活戦になってるな。で、今見ると、これは徳川軍も参戦してくれてるね。徳川軍がこの辺りを抑えてくってくれるとだいぶ戦いやすくなるな。これはかつてない大きな戦になるな。助太刀いたす。我が戦お見せしましょう。形勢が逆転したな、ここに来て。我が戦お見せしましょう。形勢が一気に逆転したな。そしたら敵はおそらくそんなに守備隊を残してないと思うので、この日に乗じて一気に攻めに転じましょう。いやー、家康くんがいいタイミングで攻めてくれたな。承知いたしました。一気に伊達領へ進行していきましょう。承知いたしました。待機します。一気に戦局が変わりましたね。報告いたします。ここで今徳川軍が奮戦してくれてるので、これを逃さずに、この機を逃さずに、伊達領へ進行していきましょう。かしこまりました。もっと取ってしまいたいな。出陣するぞ。これで決まりです。助太刀いたす。秀光はちょっと一旦引きましょう。無駄に兵力を失うのはもったいないので。出陣するぞ。いざ戦場へ。止まれ。ご命令を報告いたします。城を取ったね。取ったらすぐに配属していきましょう。小田城を取ったんだな。久留里城から、まあ誰でもいいですね。こ
ここは何人かざっと並べていきます。承知いたしました。流れが変わったな。ご命令を。これは先月の終始です。伊達軍を一気に殲滅するチャンス到来ですね。これこの機を逃さず攻め続けた方がいいな。かしこまりました。ちょっと兵を一旦返そうかなと思ったんですが、お任せを。ここは兵を返さずに一気に攻め続けましょう。関東から伊達を締め出しましょう。承知いたしました。私にお任せあれ。いやだいぶ本当に戦局が一変したな。家康軍、徳川軍の参戦で一気に戦局が変わりましたね。で島津戦線はというと膠着状態かな。島津戦線の方はここは一気に伊達を弱体化させるチャンスですからね。出陣します。我らに打てぬ敵はありません。出陣します。さあそろそろ江戸城にいる表情を始めます。雪村も兵力が回復してきているはずですね。雪村も戦線に投入していきましょう。伊達軍も前線は確かにかなり兵力いましたけど、奥地に入っていくとだいぶ兵力不足かつ城も開発されてない感じですね。これなら一気に攻められるぞ。助立ちいたす。加勢します。助立ちいたす。出陣します。私だってやれるんです。ご命令を報告いたします。報告いたします。出陣します。腕が鳴るぜ。お味方が捕らえられました。出陣するぞ。誰が捕らえられたんだ。誰が捕らえられたかはちょっとわからないかな。わからないけど、わからないけど大丈夫でしょう。誰が捕らえら、あー斉藤利光か。斉藤利光はどうしても取り返したいな。どこで捕らえられたのか確認したいな。
よし、秀光は中央に昇進したね。表情を始めます。報告いたします。ちょっとまた武将の数が足りなくなってきてるんで、人材をもらっていきましょう。とはいえもらえる武将、吉川広家とかもらっとくかな。吉川広家はあの関ヶ原の戦いでね、最小の空弁当とかって言われてる、あの毛利の参戦を弁当を食って阻止したっていうね、武将ですよね。その吉川広家をもらい受けましょう。出陣します。これぞ我が軍略、我が魂よ。その首頂戴いたす。我に続け。ご命令を報告いたします。報告いたします。出陣します。助立ちいたす。腕が鳴るぜ。お任せください。我が戦お見せしましょう。ご命令を報告いたします。報告いたします。続けてますが、このまま行きましょう。一瞬にしてミリタリーバランスが変わりましたね。加勢いたす。ご命令を報告いたします。報告いたします。伊達政宗自ら出てきてるな。いや、伊達政宗のでも能力値半端ないな。これに対するのが宇喜多秀家。まあ宇喜多秀家も強いけど、やっぱり政宗全部100超えでしたからね。今見たら宇治政も強いですよね。でもこうやって見ると、で雪村も強い。水戸城は落とせるでしょう、このまま行けば。敵将捕らえたり。ここで一旦じゃあ兵を引いていきましょうかね。もう十分な戦果を上げたので、一旦矛を全体的に収めていきましょう。我が軍略お見せしよう。でちょっと一旦ね、整理をしていきたいと思います。まずは配属ですね。この水戸城に人がいないので、水戸城に人を入れて、さらに府中城にも人を入れていかなきゃいけないんですね。ちょっと武将不足になってきたな。東条氏輝とか残しておきつつ、表情はもう家臣に委任しましょう。捕獲した人はもう雇っていきます。もうこの先しばらくは自分でやる必要がないかな。とはいえこの先信長に反旗を翻すことを考えると、きっちり内政をしておきたいっていうのもありますよね。
なんでやっぱり内政をきっちりやっていきましょう。出陣するぞ。負けちゃダメだな。表情を始めます。まずは先月の終始です。日常からこの関東に移封されたいよな。武蔵とか下宇佐、この辺りを領有したいですよね。この日常じゃなくて。こういう感じで移民していきますか。そしたら そうすると楽ですからね。一個一個自分で選ばなくていいけど、やらなきゃいけないことはきっちりやるっていう意味では。で、進出はできるけどしてくれないんだったら自分でしましょう。こんなところかな。人社とかは正直どうでもいいですからね。あとはじゃあ投資をできますけど、投資は一回やるとしばらく使っちゃいますからね。労力はね、使い続けますからね。ちょっとここは見送りましょう。で、伊達は10万まで減らしたね。このまま順調にいけば伊達は滅びるでしょう。もう 2,3 ターン兵力の回復を待ちましょうか。そして一気に伊達を殲滅していきましょう。というところで今回ね、もう戦ばっかりの回になっちゃいましたけども、時間が長くなってきましたのでここで終わりにして、次回、伊達総攻めをしていきたいと思います。というわけで、次回もお楽しみに。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。